はい、はい、どうもどうもどうも。じゃあ参りますよ。参りましょう、いつものように、はい、よろしくお願いします。ハングリーミッチのペコトーク。負けたすぐあと私じゃないけど、はい、毎度おなじみ、はい、今日は、ちょっとね、趣向を変えまして、和田インタビューという形でさせていただきたいと思います。まあ、私がインタビューという形で、定位で、ちょっとまあ、その雑誌のインタビューは的な感じで、和田くんがまあインタビュー、なギタリスト特集みたいな感じで特集されているという定義でございます。はい、まあ、実際のインタビューにね、はい、役立つかなと。そうですね。まあまあそんな感じで。了解。いいですか。はい、どうします、曲止めちゃいます。いや、止まってからでもいいっすよ。はいはい、今日はアロハシャツで。あ、そう、アロハシャツで。そうそう、すごい色ですけどね。そう、紫してたんで。いや、もうその単品じゃなくて、組み合わせがすごいよね。すごいよ。まあそれはドギついてパンク、パンクでもない。ドク、ドクドクしてサイケ、サイケ、サイケ、サイケですわ。はい、まあまあサイケのカラーで衣装でもなかなか、まあいいですよね。なかなか大事、珍しい、だいぶ珍しい。そう、これなん、なん、ハイビスカスですか。これなんでしょう。あ、ハイビスカスじゃないと思う。じゃないよ、白い花があったと思う。あるな。それ、うん、どこで買ったんですか。これは生地は生地、え、仕立てんの。仕立てました。あ、そうそう、結構好きやな、その、結構そういうの好き。生地だけなんか大阪のあのハワイ専門店みたいなの買って。あ、そうそうそう。あ、でも生地ばっかり売ってるところで買って、でちょっと仕立ててもらって。あら、まあ、はい、あら、仕立ててんの。仕立ててます。それこそインタビューで聞いてない。まあ、はい、あ、では参りましょうか。はい、お願いします。本日はですね、あ、急に、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、ハングリー出版の淳と申します。はい、よろしくお願いいたします。去年、和田さんに、はい、インタビューの方させていただくんですけども、はい、まあ、今回、はい、ギタリスト特集ということで、まあ、はいはい、ハングリーウィッチさんのギタリスト、はい、和田さんにインタビューさせていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。まずはそうですね、和田さんがギターを始められたきっかけっていうのはどういうことでしょうかね。高校生の時なんですけど。そうなんですね。はい、はい、結構遅いんですね。結構遅いですね。ですよね。ずっと音楽は聴いてたんですけど、はいはいはい、それはあれです、文化祭に誘われて。ああ、そうなんですか。ギター貸してもらったんですよ。はいはいはい。で、まあ文化祭のために僕練習してたんですけど、はいはいはい、結局その文化祭僕出れなかったんですね。なんでですか。え、なんか忘れられてて。悲しい。なんか貸したけど本気じゃなかったかな。で、頑張って俺もめちゃくちゃ練習したんですけど。誘われたけど、うん、出てみるみたいな。ギター貸してあるわって貸してもらって、うん、練習もしたけど。練習してたんですけど。正式決定じゃなかった。全然なんか知らん。違う人が出てた。全然違う人が出てた。悲しい。いや、まあまあ、なんかそんな感じ。めちゃくちゃ悲しいじゃないですか。話どうなったかなみたいな。怒りを、もしかしてギター。いや、全然怒りじゃないですけど、俺もそんなもんや思ってたから、思ってたんで。ちなみに何やる予定やったんですか。なんかそんなんも言われてないですね。でも、じゃあ何練習してたの。ザ・ハイローズ。ハイローズ。ハイローズ練習してました。あ、ハイローズをやろうっていうことだったんですか。いや、なんかそんなんやろうや、みたいな感じやったから、じゃあとりあえずハイローズ練習しよう。ああ、自分でその、これやるかなっていうのも選んで。そうですね。僕、ハイローズ好きやったんで、はいはいはい、バンドの雑誌かなんかの譜面に載ってたのを練習してたら、なんか弾けるようになって。はい、ああ、そこきっかけなんですね。そうですね。へえ、はい、なるほど、なるほど。はい、そうですね。じゃあ、ですね、ハングリーウィッチの曲の、はい、ハングリーウィッチさんの曲の中で、はい、一番和田さんがそのお気に入りの曲とかありましたか。ハングリーウィッチの曲の中でのお気に入りですね。ギターにまあその特化したっていう点で、はい、ああ、なるほど。そうですね、僕一番好きなのは願いですね。あ、願い、はい、そうなんですね、はい、結構その和田さんのパンクの方向とはちょっと違うかなと思うんですけど。いやー、もうあれ僕の必死のパンクです。あ、パンクっていうかロック。ロック僕の中で一番必死のロックですね、あれが。ロックなんですね、はい。どういう点に一番こだわられてるんですか。ギターソロと、はいはいはい、ギターソロの後に入ってくる、はい、
まあ、フレーズ歌に乗せていく、英語の歌詞のところ。そうですね、はいはい、歌があるところで一番こだわってらっしゃるんですね。こだわってます。ギターソロではなく。そうですね。なるほど、はいはいはい、ああそうなんですね。そうですね、あそこが好き。なるほどですね。納得いたしました。はい。ありがとうございます。はい。そうですね。そうしましたら、ちょっとプライベートの方を聞かせていただいてもよろしいですかね。はい。はい、和田さんの、じゃあ、まあ、あの、居酒屋が好きっていうのはよく、あの、お聞きしてるんですけども。あ、そう、あ、調べてくれてます。はい、見ました。あ、ウィキ見させていただきまして。はい、はい。はい。居酒屋の方で、はい、その、まあ、結構一人で行くっていうふうにお伺いしてるんですけどね。そうですね。一人で行って、はい。何を飲まれるんですか。飲まれるものは。飲まれるものは。やっぱビール。ビールですね。なるほど。はい。大瓶。ビールの銘柄とかは。キリン。あ、なければ朝日。なければ朝日。で入って、はいはい。大瓶ください。大瓶。朝日キリンって聞かれたら、あ、キリン。朝日キぐらいで、キリンで。ああ、え、朝日キリン？朝日ですかキリンですかみたいな。朝日キリンっていう問いかけ。大瓶で朝日キリンって聞かれたらキリン。その、あの、ちょっとね、これ私のことなんですけど、はいはい、瓶ビールと缶ビールって、どう違うんですか、はいはい、どう違うんですかね、わかんないですけど、量が違うんじゃないですかね。あ、量の問題ですか。あんま僕も意識したことないですけど。でも瓶ビールの方が多分、じゃあ瓶ビールと缶ビールがあったらどっち頼むんですか。あ、もう余裕で瓶ビールです。それなんでですか。なんかやっぱり味が濃い気がします。絶対まあ、単純にそうですよ。だって劣化が遅いでしょうから。瓶の方が。はい。あ、密閉されてるし。なるほど。缶の方が。深いですね。まあ、めちゃくちゃ浅いですけど多分知識的には、うん、そうなんですね、はい、まあまあまあお酒はね、そのまあたしなみというたしなみでね。そうですね、キリンビールが好きです僕。なるほどですね、はい、じゃあ今日のまあ服装はちょっとオープニングで聞かせていただいたんですけども、はいはい、和田さんといえばやっぱりあの T シャツですよね。ああ、 T シャツ好きですね。いろんな T シャツ着てはりますよね、はい、ライブの時とか、はい、あれどう、一番お気に入りの T シャツとかあったりするんですか。もう常に着られてますか。何回か着たことあると思うんですけど、はい、最近のお気に入りは、漫画の絵を描いた T シャツ、はいはい、難しいんですけど、ヒバリ君っていう、ストップヒバリ君っていう漫画があったんですけど、ちょっと存じ上げないですね。着てなかったですけど、ストップヒバリ君、ストップヒバリ君っていう、アニメには、アニメにもなってます。はい、へー、はい、昔ですか。昔ですね、キャプテンのぐらいの、あ、キャプテンぐらいじゃないですかね。あ、少年ジャンプで連載ドコンチョガエルみたいなもん、よりはちょっと新しいですかね、はあ、きっと。それの絵を描いてる人が、そうそうそう、絵を描いてる人が作ったというか、まあ、そのひばりくんの絵が描かれてる T シャツですかね。ユニクロさんとのコラボですかね。いや違います。あ、違うんです。普通にその人が作ったやつなんか、はあ、なるほど、はい、結構ね、絵画展っていうか、そうイラスト展みたいなやつの、あ、好きなんですね、はい、T シャツです。ストップひばりくん、はい、ちょっと全く存じ上げない。そうですか、はい、大丈夫です。あの、あら、まあ、ギンナンボーイズっていうバンドありましたか、はいはい、ありましたっていうか、今もあるんですけど、あれの1枚2枚同時に出した時の1個目のあの女の子はひばりくんです、うん、え、いや、あれは、はい、江口先生じゃないんですか。あ、そうそう、江口先生。あ、江口先生がひばりくんを描いてる。江口先生は漫画家、漫画家。あ、江口先生の作品ですか。漫画家なんですよ、はい、あ、元々漫画家で、はいはい、そこから絵がうますぎるんで、納得いたしました。イラストの仕事もすごく増えた。納得いたしました。ひばりくんの絵、小畑武先生みたいな感じですか。あ、まあそうなんですかね。あの人もイラスト描いてるんですかね。わ、はい、かんないですけど、はい、そういう人は結構多いですよね。なるほど、はい、どんどんね出てきそうなんですけど、はい、お時間がやってまいりましたので、残念です。今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。またあの弊社の方にもお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい。